ね、いやもうローエンドの安いパソコンでも人間の知性を超えてますよというのが2045年と。で、シンギュラリティ技術的特異点は、人工知能は地球上で最も賢く最も有能な生命体、まあ、生命体なんですね、もうね、人工知能がね、生命体として人間を上回るように発生すると。で、技術開発は自ら考え行動し、通常の人間には何が起こっているのか理解できないほど迅速に相互通信できるマシンによって引き継がれていくと。で、マシンは AI 自らの手でそれぞれの新しい世代が、迅速に開発されていって、要は新しいね AI をね開発されていって、自己改善サイクルの暴走反応に入る。で、これ以降技術の進歩はマシンの制御下に置かれ、爆発的であるが正確に予測することはできなくなっていくっていうふうに言われてます。つまりなんだかんだ今の AI って人間がコントロールして人間の予想の中で進んでいくけど、シンギュラリティが起こるともう AI 自らが次の世代を作り出して爆発的に暴走していくので、もう人間の予想が不可能になるっていうのがシンギュラリティ2045年と。で、特異点は永遠に人類の歴史の進路を変更する非常に破壊的、世界的な変化を起こすイベントだと。